挿絵描いたりして怒ってるよね。別に怒ってないわよ。むしろ嬉しい。って、そういうことじゃなくて知りたいのよ。描きながらどんなこと考えたのか。一体どうすればこんな絵が描けるの？夢中だったから自分でもよく覚えてなくて。じゃあ思い出せるように手伝うから。斉藤さん、エッチな気分になれば思い出せるでしょ。それとも私じゃダメかな。背大きいしユリみたく可愛くないから。そんなことないよ。斉藤さんは可愛いしすごく魅力的だよ。ありがとう。O miserável é um gênio。三越馬くんがいっぱい興奮できるように頑張るから。